テッセレーション、ソマアークさんいますか？
でとうございます。何か一言お願いします。ありがとうございます。もっとより良い、敷き詰め模様を描けるようにさらに頑張ります。ありがとうございます。グラフィックスコンポに作品を出した方は前の方に来てこのキーホルダーを受け取ってください。3位の方は、これリポートですかね。はい、ないですね。はい、グラフィックスコンポを、出した方、前に来て、キーホルダー受け取ってください。あれ一人だけですか？もう一人だけですか？他に他の人が帰っちゃった？はい、出した人みんなもらいますよ。はい、じゃあ次はミュージックコンポです。さあ今年は誰が優勝するのか。前の方へよろしくお願いします。
なんとミュージックコンプレイヤーのソフト申請で3位を取るという快挙を成し遂げました。おめでとうございます。そこでお願いします。ありがとうございます。実は東京でオーケストラ、まあ、ほぼ3回目くらいから参加してるんですけど、あのプライズいただいたのは今回初めてだったので、ミュージックコンポで、実行形式のエグゼをどんどん自分もちょっと出していきたいと思いますので、他の方も出してくれたら自分が嬉しいし、すげーってなるのを、目指していきたいとすいません、ちょっとまとまりませんが、以上です。おめでとうございます。で、私そこでてしまったのですが、実は今回去年、スポンサー、まあ、セミナーしてくれた、ピコ8の作者から、入賞者にピコ8のライセンスキーが渡されます。今のミュージックコンポの、1、2、3位の方 と、ワイルドコンポ1、2、3位の方、受け取ってください。Poo-Brain、グラフィックスのあと、ソーさん、はい、はい、ありがとうございます。次に行きたいと思います。ミュージックコンポ、出してくれた方のこの、キーホールドを取りに来てください。好きな色がいろいろ4色ぐらいあります。はい、ロゴの形になってます。はい、なんかこだわりがある。はい、ありがとうございます。ミュージックコンポ出された方、取りに来てもらえますか。どんどん来てください。大丈夫、何分だろう。どんどん順番ではなく、どんどん来てください。ちょっと時間が。グラフィックスとかも、はい、はい、ちょっと巻きに行くんで、やっぱ後にします。はい、次、ワイルドコンポ、はい、さあ、今年は結構ありましたね。はい、1位は、はい、もちろん、It's loading, probably. Loading, maybe? Loading too? Fire! No? No? Shit. All right, chop it up. はい、ちょっと ちょっと逆、順番を逆で、いや、大丈夫です。大丈夫、動きます。はい、動きみたいです。いや、どうぞ。マジか。疲れそう。Fire!
東京のフェス最高。で、ワイルドポンポももちろん副賞があります。どれかな、これか。中身はこれ、この手提げ袋ですが、中身にはラズベリーパイに必要なもの一式とラズベリーパイなどが入っています。おめでとうございます。あと聞こえるのもいいがあります。おめでとうございます。おめでとうございます。 1.25 マイクロセック。はい、お願いします。一言お願いします。ありがとうございます。ワイルドデモってジョークカテゴリーだと思ったんですけど、何みんな本気出してるんですか。一言だけ言いたかったです。ありがとうございます。ジョークじゃないです。おめでとうございます。3位の方いらっしゃいますか。誰、おっとスキップしないで。誰だよ。リモートエントリーだそうです。ワイルドコンポに作品を出した方はキーホルダーを受け取りに来てください。続いて GLSL グラフィックスコンポ、さあ誰が1位になるのか。おー、1位スポッティーワルス、ソーマーアクさん。2位 TDS7MTM さん。3位ファッションのビスマスガム002223。ちょっと待って、ワイルドの3位は、ワイルドの3位、ワイルドの3位の人がいました。おめでとうございます。一言お願いします。This is our first demo, so we're very pleased to be in the, like, that you voted. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.さあ気を取り直して GLSL グラフィックスコンポ、受賞者の方は前に来てください。誰、ソマアークさん、 MTM さん、ガムさん、ガム00223。優勝作品を再生して、TM さん帰ってしまったのかい。マジか、嬉しい。はい、わかりました。おい、おめでとうございます。何か一言お願いします。 ありがとうございます。これを励みに、さらに、フラクタルを極める旅に出たいと思います。おめでとうございます。あと副賞があります。GLSL コンポはどれかな。これですね、レーザーのブラックウィドウ X トーナメントエディションクロマです。虹色に光るキーボードです。おめでとうございます。トエイトのキーもあります。あと
さんは不在なので代わりに頼まれていたヨッシーさんが受賞コメントをお願いします。伊沢さんのコメントは大事で、あの嫁に殺されると思ったってありがとうございました。3位の方いらっしゃいますか。3位のガムさん、おお久しぶりです。おめでとうございます。何か一言お願いします。ありがとうございます。あの TDF 去年が参加で、まあ、今年2回目だったんですけど、で去年もグラあ GBSL コンポで3位で、今年も3位だったので、なんか3人縁があるのかなって思ってあね、そうですね、なんか来年はグラフィックコンポに出したいなと思ってるんですけど、ちょっといかんせん音楽が作れないので、ちょっと音楽を作ってくれるような仲間を募集中です。ありがとうございました。ありがとうございました。 GLSL グラフィックスコンポに作品を出した方はあちらでキーホルダーを受け取ってください。さて次は皆さんお待ちかね、コンバインドデモコンポのプライスギビングです。今年はどの作品が1位になるのか。わからないです。わからない。おー1位シフト FMS カット、2位昔バブサーボンタイムプープレイ、3位リンボ、これはメラン勝利メラン勝利、おめでとうございます。受賞者の方は前に出てきてください。おめでとうございます。何か一言お願いします。正直に言うと今回のデモは今までで一番失敗でした。ここまでパフォーマンス出ないとは思わなかったし、しかもあのこれ本当はパーティクルが光源としてあの周りの地形に影響するはずだったんですけど、バグで思いっきりその機能をそがれてます。しかもその処理一番重かったです。はい、で本当はこれ今 206KB なんですけど、本当は64まで下げたかったんです。冷やしくこれテストしてます。ちょっと時間もなくて忙しくて頑張って作ったんですけど、ちょっと失敗が多かったので、来年こそは自分が納得できるように作るように頑張りたいと思います。皆さんありがとうございます。おめでとうございます。1位の方の副賞ですが、これはすごい、これはすごい、何か皆さん分かりますか。1位はこれもまたキーボードなんですが、トープデが新しく出したリアルフォース RGB になります。リアルフォースが虹色に光ります。おめでとうございます。やばい、2位の方はPoo-Brain。 おめでとうございます。何か一言お願いします。 Thank you very much. そうかしら。 What's fun tonight? ステピコエイトのピーです。ありがとうございます。で3位のメランコリーさん、リモートですね。リモート、Oh no、 リモートの方は残念ではございません。来年こそは会場に。どこからのリモートですか。どこからのリモートですか。どこからのリモートですか。Thank you.
すいません、その意味は分かりません。ありがとうございます。素晴らしいデモの作家、そうだ、デモコンポに出された方、キーホルダーを取りに来てください。フィンランドのリンボ、メランコリーは、フィンランドの、デモグループからの作品でした。ありがとうございます。素晴らしいデモの作品を出してくれた、サブミットしてくれた方々にもう一度大きな拍手をお願いします。はい、続いて、クロージングセレモニーです。はい、今年もですね、非常にたくさんの、作品、素晴らしい作品ありがとうございます。年々レベルが上がってきているなというふうに皆さん感じていると思います。来年もさらなる作品を期待しています。こうしてですね、東京デモフェストが、こんなたくさんの人たち、こんなにいい環境で開けるのは、スポンサーの、企業の方々のおかげです。それはそうですよ。はい、私も、たくさんの企業の方々がスポンサーしていただきます、順番にご紹介します。最初に、ゴールドスポンサー、イマジカリタルスケープ、これは、ドクサスさんが喋るのかな。はい、お願いします。はい、イマジカデジタルスケープで仕事してます、杉本と言います。絶賛人材募集中ですので、ぜひ私と一緒に仕事したい方、私よりもすごい人がいっぱいいますので、ぜひ一声おかけください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、ゴールドスポンサーのポリフォニーデジタル、これホールさんがお願いします。ホールさん、はい、皆さんどうもお疲れ様でした。非常に素晴らしいデモばかりでしたね。私はポリフォニーデジタルで今働いておりますが、まあ、会場にこう GT という名前のポスターがたくさん貼ってありますし、まあ、何度か前のスクリーンでも動画が流れたと思うんですけど、我々は今、グランツーリスモというゲームを、まあ、今年発売に向けて今鋭意開発中であります。ですがまだまだ人が全然足りないので、まあ、一日でも早く発売を望む人たちは俺が一緒に作ってやるぜと意気込みでぜひ応募していただけると、まあ、一日でも早く素晴らしいゲームが皆さんの手元に届くことになるでしょう。なので、こう我こそ腕に覚えありという方はどんどん応募していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ゴールドスポンサーでした。続いて、ブロンズスポンサー、今年はですね、後ろにもうちょっと撤収しちゃったんですけども、橋田さんが、アーバンコースターというデモを設置していただきました。皆さん楽しみましたか？ありがとうございます。すごく楽しいというところで、はい、なんか、はい、後ろで、コリンさんは、はい、あそこに CTO のコリンさんがいるので、走らすいろいろ気になる方はあそこの方に聞いてみてください。ありがとうございます。はい、次、リアンの、中村さん、お願いします。イデアンではなくてイデインですね。ギリシャ語です。弊社はですね、ちょっとこういうスポンサー自体が初めてです。ということをしたこと自体が初めてなんですけど、弊社は CG の会社じゃなくてですね、コンピュータービジョンとかコンピューションフォトグラフィーとか、あとマシンラーニングとか、そういった複雑なプログラムをですね、エンベッドシステムに、こう埋め込むというところのですね、コンパイラーを作ったりアセンブラー作ったりハンドチューニングしたりとか、そういう技術をやってまして、それでこうすごい制限されたリソースにプログラムをこう入れてチューニングするのが大好きな人間という会社です。ぜひよろしくお願いします。イデインさんでした。ありがとうございます。続いて、皆さんこれずっと東京デモフェストずっとスポンサーしてもらってるライトトランスポートエンターテインメントさんです。しょよさんがいない、
はい、なんか最近来られてないみたいですけど、あの優秀なアワコードを楽しみにしておりますということです。皆様、あの、はい、翔也さんにありがとうございますと、はい、ありがとうございます。インテグラも、はい、ずっとおなじみですけども、ビッグトコドームス、はい、レイトレ一筋30年と、今年で30周年ということで、ずっとひたすらレイトレを、エンジンを作っていらっしゃると、レイトレに一筋、あの、さらに30年から先を目指したい方はちょっとぜひ、ご連絡してもらえるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ホールドフュージョン、これあのオーガナイザーマイクさん、なんか喋ってください。はい、ズートビームチームでやってるマイクです。まあいつも時でもフェストス、あのとても愛してるんですけども、あの本当に毎年頑張ってやってます。あの、はい、本当にみんなの作品本当にありがとうございます。来年も期待しています。はい、ありがとうございます。まあ、本当にマイクさんが、あの TDF の東京デモイズウェブサーバーとかはあのマイクさんの会場の方で保ってもらってます。あの、で、あとこの皆さんやってるパーティーマイスターもマイクさんがやってくれてます。ありがとうございます。はい、さくらインターネット、これユーストリーム配信ですね。須藤さんお願いします。ユーストリーム誰あ、さくらインターネットの須藤です。今年で4年目かな。あの、だいぶ長いことやってるんですけども、最近はですね、GPU をたくさん、あの、買うという仕事になってまして、去年の時点ですね、まあ、200GPU ぐらい運用したんですけど、今はですね、オーバー 1000GPU です。がありまして、で、今年はですね、マルチプル 1000 ぐらいになるんじゃないかということで、でもほとんど、需要はマシンラーニング、もうマシンラーニング地獄でした。これはですね、もうちょっと CG 業界の、需要を増やしていきたいなと思う今年でございます。今年もあの素晴らしい作品たくさん見れたし、会場もかなり盛り上がっていたので、ユースをしに来た甲斐があったなと思います。ありがとうございます。東京デモフェスト素晴らしい。ありがとうございました。ユースリーム会社ありがとうございます。次、サヒネット、ステファンさんお願いします。ステファンさん、あの、皆さん の, あの Wi-Fi とかのインターネットの接続を一点になっています。ステファンさん、皆さん、今はちょっと不具合があってご迷惑をおかけして申し訳ありません。直接はサヒネットにかけ合って特別な回線手配させていただきましたので改善されたかと思いますが、まあ、うん、いや、とにかく相変わらず毎年その大学の雰囲気のイベントに参加できてとても光栄です。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、クラブ、皆さんのドリンク飲んだかと思うんですけど、エナージードリンクがありまして、ドリンクスポンサーということで、スポンサーをしていただきました。クラブの方いらっしゃいますか。おい、誰か、あ、お願いします。あ、どうも、クラブの方です。お礼に出しました。そうですね、うちの会社も今ゲーム業界でスマホ用のゲーム作ってますけど、社内にこういったデモシーンが大好きな人も何人もいまして、今回、参加させていただいてとても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。都市から、受付で、なんかいろんな方がいたと思うんですけども、これはニャンコでいいんですかね。ニャン&コー、マコさんです。お願いします。全然技術とは関係なく金融畑の出身で切ったハッタの世界でずっとやってきたんですけども、2012年か11年ぐらいにアティシュフランセで何か面白いことをやってるのでフラッと入ったのがきっかけで、それ以来
ちらっと見せていただいてます。で、すごい方たちのお手伝いがしたくて、今回はお手伝いさせていただきましたが、猫の手ごとでした。にゃんこです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それからこのフードテーブルに、たくさん食べ物を持ってきてくださった方々、ぜひ前の方へお願いします。前へぜひ来てください。ありがとうございます。あれ、こんだけですか。まだいっぱいいるはずなんですけど、はい、いや全然お菓子でも全然、はい、来年はもっとも、うん、なんか今年いっぱい持ってきたんだけど、またあっという間になくなっちゃったんで、来年はまた倍の量ぐらい持ってこれればな。誰か来てくれる人って言ったんですけど、ザ・トックさんが来てくれたんですけど、トックさんいますか。あっありがとうございます。誰も来てくれないかなと思ったんですけど、トックさんが来てくれたので、一言あれば。手伝ったところ風邪をひいてこんな声になってしまいました。毎年来てるんですけど、手伝えてよかったです。ありがとうございます。最後、オーガナイザー、ちょっとなんか若干古くていない人もいるのかな。はい、オーガナイザー前へお願いします。これ東京デモイストも、ずっと長いことやってるんですけども、いろいろメンバー増えたりしてやってます。皆さん全然すごいボランティアで、時間のない中、仕事の時間のない中やってますけども、はい、じゃあなんかちょっと一言ずつぐらい軽くなんかどうぞ。皆さんの素晴らしいデモを投稿していただき、もうありがとうございました。私はピザ頼んだり、寿司頼んだり、飲み会の手配したりと、そういうことしかしてないですけど、ありがとうございます。イベントになってよかったです。来年も見たいです。またよろしくお願いします。はい、いや今年もね、本当に最高でした。皆さんありがとうございました。それだけです。どうもありがとうございます。素晴らしい作品ありがとうございました。また来年も会いましょう。きっと会いましょう。よろしくお願いします。さっきもしゃべってたんですけど、本当に今年はすごかったですね。また来年会いましょう。受付、すごい助っ人、新しいオーガナイザーさん担当してもらって、ほとんど受付いませんでした。中で、写真とかこういろいろ撮影とかしてまいりましたが、楽しかったです。ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。
今年初めてお手伝いさせていただきました坂口優香と申します。普段 Android のアプリ作ってるんですけど、でちょっと畑違いなことでもう本当あ私ここいていいかなみたいな感じだったんですけど、もう皆さんのテンションでもう来てよかったなって関われてよかったなって思いました。本当ありがとうございました。はい、今年初めて、オーガナイザーとして参加したのたぐすです。今年はセッションも初めてだし、VJ も初めてだしっていう初めてのことだらけだったんですが、めちゃくちゃ楽しかったです。もう来年まで待ってないので、なんか VJ やってほしいだったりとか、デモフェスみたいなイベント開きたいみたいな話があったらぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。ぜひ前へ。すみません。何話してんだ、早く前に来るんだ。ザビさん。実家からのお菓子です。じゃあみんな、尊敬して、素敵な作品送ってくれて、で、ここまで来てくれて、本当に心からありがとうございました。はい、さっきまで、そこの下で、誰もお前は愛さない状態のになっていた、フラインです。今年もみんなの素晴らしい作品を見ることができて本当に感謝しています。ありがとうございました。来年もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう最後です。はい、来年東京デモフェスト2018、皆さん来年もやりたい、来たいですよね。じゃあ来年も東京デモフェスト2018でお会いしましょう。これで終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。終わります。皆さん忘れ物しないよう、あと気をつけて、帰ってください。はい、お疲れ様です。また来年。番外編です。ここに去年の和製語の部門1位がいるので、こうならないように気をつけてください。Thanks everyone for coming. We'll see you again next year. And remember, you don't have to go home, but you can't stay here. ああ、綺麗にしていた。